続いては昭和あの日のニュースです。今日は昭和37年、今から61年前、夏休みの宿題に取り組む子どもたちの様子をご覧ください。日記をつけ忘れた生徒さん、夏休み中のお天気ならどうぞとあるデパート。遊びすぎた子には救いの神となりましたが、付き合うお母さんも楽ではありません。悩みの種は標本作り、植物園では、お客様方にお願い申し上げます。植物や昆虫採集は固く禁じておりますのでご協力ください。上野の科学博物館では標本の鑑定をしていますが、都会ではもう昆虫や植物の採集が難しくなり、持ち込まれる作品も減る一方です。そして静かなお寺で宿題の総仕上げ。楽しかった夏休みももう終わりです。夏休みの宿題、私は最終日ギリギリタイプでしたが、最近では夏休みの宿題を出さない学校も増えてきているようです。子どもたちの主体性を伸ばすためということで、体力づくりなどの目標を自ら決めて、それを達成するために夏休みを利用してほしいという思いがあるようです。